どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆきです。さあ、本日の動画なんですが、2024年の大河ドラマの主人公、紫式部。この方、実は調べてみると結構面白い方で、まあ、いろんな逸話がね、もちろんあったり、知られてるね、部分も多かったりするので、ざっくりちょっと紹介していきたいなと思います。興味ある方はね、ぜひ調べてみてください。紫式部は平安時代中期の歌人、作家、女官として知られる人物です。多くの和歌を残していて、彼女の最も有名な作品といえば源氏物語ですが、この源氏物語というのが唯一彼女が残した作品の中で物語作品になっていると言われています。誕生年と没年っていうのが不明で、近年の研究では天禄元年970年から天元元年978年の間に生まれ、少なくとも寛仁3年1019年まで存命していたとされているのですが、研究者ごとに様々な説が出されています。そして幼少の頃から当時女性に求められている以上の才能を発揮し、漢文を読みこなしたなど才女としての逸話が多く残っています。そして長徳4年998年頃、親子ほど差があり、またいとこでもある山城の神藤原の信孝と結婚し、翌年一女を設けております。しかしこの結婚生活というのは長くは続きませんでした。長保3年1001年に夫である信孝が病でこの世を去ります。その後一条天皇の中宮彰子の今でいう家庭教師と仕えていったそうです。そして後に代表作となる源氏物語とか多くの和歌を残しているというふうに言われています。というふうにちょっとざっくりねご紹介させていただきました。というのも結構本当に謎が多い方で、ところで研究者の方のねこうなんじゃないですかっていうのがいっぱい出てる人物で、この人物像を明らかにするっていうのもまたちょっと面白いのかなというところになっております。ぜひですね、興味ある方、大河ドラマを見るもよし、自分で調べてみるもよし、そういうところから歴史にね触れていくのも面白いんではないでしょうか。かくいう僕も大河ドラマをきっかけに歴史がとんでもなく好きになったという一人なので、ぜひですねそういうのも面白いのかなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。